こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくり魔理沙だぜ。日本の総理大臣で暗殺された人数って、どのくらいだと思う？突然の質問ね。そうねー、10人くらい。惜しい、7人だ。7人も暗殺されているのね。ほとんどが明治から昭和初期の混乱期だけどな。最近ではあの人ね。そうだな、安倍晋三暗殺だな。ということで、今回は安倍晋三銃撃事件について解説するぜ。それではゆっくりしていってねー。事件が起きたのは、2022年7月8日午前11時30分頃、奈良県奈良市の近畿日本鉄道大和西大寺駅北口で、参議院選挙に出馬する自民党現職の佐藤候補の応援演説をするため、安倍晋三元首相が同地を訪れた際に起きたんだ。佐藤候補側は、当初近鉄学園前周辺を遊説する予定が、平日の昼間に人が集まる場所、そして元首相級が応援に来てくれるのに、聴衆が少ないのはまずいということで、急遽、近鉄大和西大寺駅北口を演説場所に選んだんだ。確かに一国の首相が応援演説するのに、聞いている人が少ないとまずいよね。この日安倍さんは、奈良、京都、埼玉の3カ所の応援演説をする予定で過密スケジュールだった。さすがに周囲は忙しいのね。安倍さんは予定通り、当日10時5分に伊丹空港に到着。片や佐藤候補は11時10分、大和西大寺駅北口から東に50メートル離れた。ガードレールで囲まれた安全地帯で演説会を開始したんだ。交差点の真ん中が安全っていうのも不思議ね。安全地帯の近くには駐車スペースがなく、選挙カーは北に20メートル離れたところで待機した。演壇の周囲は、警視庁警備部警護課の SP1 人と警官4人が警護についたんだ。4人のうち3人はガードレールの中にいて、1人はガードレール南東後方に配備した。奈良県警は長年の経験から制服警官は配備せず、自民党県連は聴衆の整備に15人を配備したんだ。安全地帯の横を通る県道104号谷田奈良線は、交通量が多いので警備員を他に5人配備したんだ。超プロが4人、プロが5人、県連から15人、計24人が配備されたのね。さすがに一国の首相の暗殺事件だけあって、ここからは秒単位で国名に記録されているんだ。11時18分48秒、安倍さんが警察官と共に、現地に到着。首相が姿を現すと聴衆も増え出した。同23分25秒、佐藤候補の演説が始まり、ガードレール内にいた警官が、後方の警備をしていた警官に、同26分頃までにガードレール内に入るよう指示。後方の警備を担当していた警官が、前方右手の聴衆が増えてきたことで、警備が前方に集中する。後方の警備が手薄になってる？後方の警備からガードレール内に移動し、前方右手の警備に集中することが、警備統括役の警官に無線連絡されていなくて、後方の警備がいなくなっていたんだ。まずいんじゃないの？同28分42秒、安倍さんと佐藤候補は、グータッチし演壇で応援演説を開始。演壇の高さは40センチだった。この時、後ろの被疑者山上哲也当時41歳は、演壇後方の歩道と車道の切れ目あたりにいたんだ。狙い始めてるね。同29分51秒、山上は歩道の角で周囲を見渡し、同30分、バスロータリー沿いに歩道を南に進む。同30分18秒、安倍さんの真後ろにいたスタッフが、演壇の右方向に移動。右脇方向から安倍さんを撮影したんだ。これで安倍首相の後方はガラ空きとなるんだ。隙ができてしまったのね。同30分43秒、自転車に乗った男性が東へ進み、安全地帯に差し掛かり、男性は安全地帯で停車。その後ゆっくりと自転車で東へ進み出した。この時、別の男性が台車を押し東へ進み、後方を担当していた警官は、この二人の行動に気を取られ目で追っていた。山上は後方がガラ空きで、担当警官が目をそらしている隙に斜め後ろから演壇に近づいたんだ。同58秒、台車の男性が自転車の男性を南側から追い越したんだ。同30分56秒、山上はバスロータリー内に侵入。同31分、山上は左右を確認することもせず、車道を横断し始め、センターラインを越えたあたりで立ち止まるんだ。同31分3秒、山上は演壇に近づきながら、たすきがけした黒いカバンから、筒状の銃身をビニールテープで巻いた、手製の銃を手にし、同31分5秒、照準を合わせるんだ。ほんのわずかな隙ね。同31分6秒、安倍さんが佐藤候補ができない理由を考えるのではなく、といった瞬間、山上は一発目を発射したんだ。距離はおよそ7メートル。一発目は外れたものの、爆発音と白煙に安倍さんは後ろを振り向くんだ。逃げて。同31分8秒、山上は一発目から 2.7 秒後に、二発目を発射した。山上は距離を詰めていて、距離は5メートルだった。
2発目は安倍さんの首の右前部と左上腕部に命中。安倍さんはよろめきながら演壇を降りると、その場に倒れ、意識を失い心肺停止となるんだ。逃げる間もなかったよね。同32分山上徹也は、殺人未遂の現行犯で、逮捕されるんだ。安倍首相の救命に計7台の救急関係車両が出動し、同41分に到着後 AED で救急救命処置され、12時20分、ドクターヘリにより、奈良県立医科大学附属病院救命救急センターへ搬送され、輸血、止血術、蘇生的開胸術などの、蘇生措置が行われたが、同日17時3分、帰らぬ人となってしまったんだ。日本史上7人目の首相暗殺ね。その後、国葬が2022年9月27日に、日本武道館で行われた。内閣総理大臣経験者の国葬は、吉田茂以来2人目なんだ。そうだったね。国葬を行ったんだよね。犯人の山上徹也は、1980年9月10日、三重県生まれで、京大工学部卒の父親と地元公立大卒の母の間に生まれ、兄と妹がいるんだ。母親の実家が建設会社をしていて、裕福な家庭環境で育ったんだ。恵まれた環境ね。ところが、山上が4歳の時に父親が自殺し、残された一家は奈良へ引っ越すことになるんだ。お父さんは何か悩みがあったのね。母親が建設会社の取締役になり、山上の父亡き後は、叔父が支援していたんだ。山上は小中学校の成績が優秀で、高校も進学校に進学しているんだ。勉強できたのね。ところがこの頃から、母親の様子がおかしくなるんだ。山上の父親が自殺した頃、山上の兄が小児がんを患っていて、母親は悩んでいたんだ。夫や長男のことだけでなく、母親は実弟が交通事故で亡くなったり、実母も亡くなり不幸が重なった。そして心の拠り所として、統一教会に入信し、山上の人生が一変するんだ。お母さん、辛い時だったのね。山上の母親が統一教会の正会員になったのは、1998年で、この年の10月に母方の祖父から相続した土地や、山上たちと暮らしていた家を、1999年6月までに売却し、さらに自殺した夫の生命保険5000万円、計1億円を統一教会に献金してしまうんだ。1億円、母親は統一教会の正会員になる前の1991年も、2000万円、数日後も3000万円の、献金をしたり、1994年にも1000万円、1998年頃も4000万円の献金をしている。みんな吸い取られちゃうよ。山上は1998年に、統一教会のセミナーに行っているんだけど、統一教会の関係者は、その時の山上は統一教会がどんなものなのか、確かめに来ているように感じたと言っているんだ。それだけ巻き上げられたら、確かめに行きたくなるよね。山上の母親は2002年8月に、1億円の献金を最後に、自己破産してしまうんだ。今の献金額を合計すると、3億円だよ。いくら持っていてもみんな取られちゃうよ。山上は1999年に高校を卒業するんだけど、一家の生活は困窮していて大学進学は諦めたんだ。2002年8月、山上は海上自衛隊に入隊し、2005年に任期満了で退任するんだ。山上の叔父の話では、海上自衛隊時代に山上は自殺未遂をしているんだけど、生命保険の保険金の受取人が母親だったので、統一教会に献金しないようにと、保険金の受取人を、生活に困窮している兄弟へ渡せるよう、受取人を変更しているんだ。兄弟思いなのね。自殺未遂後、入院先に統一教会の関係者が来て、なんでこんなことをしたと尋ねられ、山上は、少しでも兄弟の生活の足しになればと思ってと答えているんだ。統一教会の人は何を思ったかしらね。山上は生活の困窮を統一教会に訴え、2005年から2014年の間に5000万円が、返還されたんだけど、母親は再び統一教会へ献金してしまい、残ったのは40万円程度だった。ここまで取られても気づかないなんて。2005年頃から山上は一人暮らしを始めて、アルバイトや派遣社員で生活しようとするけど、人間関係がうまくいかず、職を転々としてしまうんだ。自衛官を退職してから事件を起こすまでの17年間で、10社以上職を変えていて、そのほとんどが人間関係のトラブルなんだ。優しいところもあるのに、うまくいかないのね。その間も、ファイナンシャルプランナー、測量士、宅建士の資格を取ったり努力していた。もともと勉強できたもんね。山上は自分の人生が狂ってしまったことの元凶は、母親が統一教会に入信したことにあると考えていた。母親は2009年頃からは、統一教会と距離を置くようになっていたが、2019年頃から再び関係を持ち始め、イベントに参加するようになっていたんだ。懲りないのか、それとも勧誘がすごいのかな。
2019年、統一教会創設者の妻が来日することを知った山上は、イベント会場に火炎瓶を持って向かったんだけど、統一教会の信者に入場を断られ、何もせずに帰ったそうなんだ。相当強い恨みを持っているのね。この頃から山上は、統一教会が日本に来たのは、韓総裁を日本に連れてきた岸信介元首相で、その孫の安倍首相も一緒だと考えるようになるんだ。警察での取り調べでも、安倍氏が統一教会を広めたと考えていたと話しているんだ。山上はツイッターで統一教会への恨みを、1363件投稿しているんだけど、安倍さん殺害について、言及した投稿はしていないんだ。すごい投稿数ね。2021年9月21日、天宙平和連合主催の2022希望前進大会がオンラインで開催され、安倍さんが今日に至るまで天宙平和連合と共に世界各地の紛争の解決、とりわけ朝鮮半島の平和統一に向けて努力されてきたハン・ハクチャ総裁をはじめ、皆様には敬意を表しますと語った。山上はこの動画を見たとき、安倍氏と団体につながりがあると思い、殺さなければ、と確信したと警察の聴取で話しているんだ。山上は2021年秋から2022年春頃の間に、自作の銃を作っていたんだ。銃の作り方は動画サイトで調べ、火薬類も自作しているんだ。すべての材料はホームセンターで手に入るもので、ガンマニアが好むようなものではなく、目的を達成するための道具という意味の銃と言えるんだ。ニュースで見たけど、変わった形していたもんね。事件現場から3キロ離れた奈良市内の8階建てのマンションの最上階に山上の部屋はあるんだけど、その部屋は6畳のワンルームなんだ。警察の家宅捜索で、山上の部屋には複数の手製銃があり、切断された鉄パイプや工具、火薬、計量器、手製銃の中には金属パイプを9本束ねた機関銃のような形状のものもあったんだ。まるで手製銃の製造工場だね。事件で実際に使用されたものは、長さ40センチ、直径20センチの鉄パイプを2本束ねて、ビニールテープで巻かれていて、1本のパイプから6発の弾丸が発射できる散弾銃のようなものなんだ。事件の際、流れ弾が90メートル先の立体駐車場の外壁に穴を開けるほどの威力があったんだ。銃の専門家も火薬の調整や精度など、かなり研究しただろうと驚くほどなんだ。褒められることじゃないけど、他に情熱を向けて欲しかったわ。事件発生の5日前、7月3日から安倍さんの遊説日程を調べ、7月7日のスケジュールを見て、この時初めて山上は安倍さんの殺害を実行する決意をしたと供述しているんだ。そして事件当日、7月8日10時頃、大和西大寺駅を下見し、11時31分頃、山上は安倍首相銃撃を実行に移すんだ。とうとうやってしまうのね。奈良地方裁判所は、逮捕後の2022年7月から2023年1月10日の半年間、鑑定誘致を行い精神鑑定をしてきたけど、結果は責任能力ありだったんだ。そうなるよね。2023年1月時点では、殺人罪と銃刀法違反の2件で起訴されているけど、家宅捜索で押収された火薬等の件もあり、武器など製造法違反、火薬類取締法違反など、でも検察側は追起訴する方針なんだ。そうだね。部屋にたくさんあったもんね。また、今回の事件で宗教2世もクローズアップされたんだ。信者の子たちで山上のように生活が困窮したり、進学を諦めたりした人たちが声を上げているんだ。裁判は裁判員制度で審理される見通しで、今後注目していくべき事件なんだぜ。そうね。どんな審判が下されるのか。今回の解説は以上となるぜ。ということで、このチャンネルでは世の中のヤバい人物や事件について解説していくぜ。この動画は事件、犯人の背景経緯を知り、今後このような被害に遭わないために役立てていただけたら幸いだぜ。最後までご視聴ありがとうございました。